問十一。十一番。以下の式を因数分解した答えとして正しいものはどれか。うーむこれは、4x 二乗イコール括弧の 2x の丸ごと二乗、q イコール3の丸ごと二乗です。 先頭と最後が丸ごと2乗の形なので a2 乗プラス 2ab プラス b2 乗イコールカッコ a プラス b の2乗の公式が怪しいです実際に a に 2xb に3を代入すると 2ab のところが 2×2x×3 イコール 12x となり元の式にぴったりですというわけで元の式 4x2 プラス 12x プラス9イコールカッコの 2x の2乗プラス2カッコ 2x カッコ3プラスカッコ3の2乗と書き直せるので公式によりイコールカッコ 2x プラス3の2乗となります。ということはこれだ !2 が丸です。 問い 12, 12番以下の不等式を解いた答えとして正しいものはどれか7 x 4大なり3 x 8を移行すると4 x 大なり4両辺を4で割ると x 大なり1となります。ということはこれだ 5が丸です問13。13番。全体集合 u を15以下の自然数とし、a は x で x は2の倍数、b は x で x は3の倍数、c は x で x は5の倍数とするとき、 A または C かつ B として正しいものはどれかそうすると集合 A の要素は2468101214です集合 B の要素は3691215です集合 C の要素は51015です さてこれからどうしたらいいのでしょうかまたははかぶらないように混ぜるわーいみんな一緒に混ざろうよのポーズですかつはかぶったものだけ残す誰にもやるもんか独り占めだのポーズですそうすると A または C は小さい順にチェックしていくと2 4 5 6 8 10 12 14 15となりますそうするとかっこ A または C かつ B は両方に含まれているものなので61215となりますということはこれだ !3 が丸です問14 14番以下の2次不等式の解として正しいものはどれか y x − α x 大なり0という不等式があったとします。グラフに書いてみると、x 軸とは α と β で交わっています。0より大きいのでその範囲に色をつけてみると、範囲は アルファとベータの外側だということがわかります。したがって不等式は、x 小なり α、またはベータ小なり x となるわけです。次に、y イコール x、ル x マイナス α、x マイナス β 小なり0の不等式を考えてみます。グラフに書いてみると、x 軸とは、アルファとベータで、 交わっています0より小さいのでその範囲に色をつけてみると α と β の間だということが分かります。したがって不等式は α 小なり x 小なり β となるわけです。今回は式大なり0の形なのでカッコ x マイナス α カッコ x マイナス β 大なり0 より、x 小なり α、β 小なり x の形にすれば良いのですが、因数分解できない x2 乗 -2x-2 をどのように処理すれば良いのでしょうか解の公式を使います。解の公式は ax2 乗プラス bx プラス c イコール0の時、x イコール 2a 分の マイナス B プラスマイナスルート b 二乗マイナス 4AC というものです。しっかり覚えましょう。覚え方は、詳しくは、初音ミクのロ呂合わソング、貧乏よあたしをご視聴ください。 今回は、x2 乗の係数 a イコール1、x の係数 b イコールマイナス2、定数 c イコールマイナス2なので、解の公式 x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac に代入すると、イコール2カッコ1分のマイナスカッコマイナス2プラスマイナス カッコマイナス2の2乗マイナス4カッコ1カッコマイナス2カッコを整理するとイコール2分の2プラスマイナスルート4プラス8イコール2分の2プラスマイナスルート12イコール2分の2プラスマイナス2ルート33つとも2で割るとイコール2分の2プラスマイナス 1>, 1プラススマイナスルート3となります。そうすると x は2つの階の外側なので x 小なり1マイナスルート3または1プラスルート3小なり x となります。というわけでこれだ !4 が丸です。問15 15番 A さんは時刻 t イコール0から時速 12km で40分間走った後時速 4km で2時間歩き続けた B さんは A さんが走り始めてから10分後に同じ道を時速 10km で走り始め時刻 t イコール x に A さんを追い越した X の値として正しいものはどれか選択肢を見ると X の単位は分です。X 分で追い越したとおきます。グラフに書いてみると A さんは時速 12km で40分走った後、時速 4km で2時間歩いていますが A さんは2時間歩ききる前に追い越されているので気をつけてください。そして、 B さんは A さんが走り始めてから10分後に時速 10km で走り始めます。交わった時の時間を x 分、式を立てるために交わった時の距離を ykm と置いておきます。分を時間に直すには60分のに乗せる。例として1分は60分の1時間になります。5分は 60分分のの5時時間間イコール12分の1時間になります 3a 分は60分の 3a 時間イコール20分の a 時間などのようになるわけです。今回 a さんは時速 12km で40分と時速 4km で x 4 0分進んだので距離の合計は1 2 ×ける1。 60分の40プラス4る6 0分のカッコ x マイナス40となります。b さんは時速 10km で x マイナス10分進んだことになるので、距離は1 0る6 0分のカッコ x マイナス10となります。そうすると、交わった距離 y は等しいので、 12×60 分の40プラス 4×60 分のカッコ x 40イコール 10×60 分のカッコ x 10となります。全部60倍して分母を払うと480プラス 4x 160イコール 10x 100となります。移行してまとめると 6x イコール420 6で割って x イコール70となりますということはこれだ1が丸ですチャンネル登録お願いします見てくれてありがとう 入試アテスト、頑張ってね。